と認めてもらえて、これからってところで、このざまだ。これからみんなでまた頑張っていけるって、そう思ったのに、それなのに。今の俺は、あまりに不甲斐ない。これじゃ、殺された仲間にも、団長にも、姉さんにも、顔向けできないよな。あんたは強いな。本当に参るよ。お姫様なのに騎士のことを守るとか言ってくれるんだもんな。いや、驚かせて悪いね。まあ俺も君が中にいて驚いたんだけれど。で、どうしてここに？まあ別に集会所は普段誰もいないんだから、君が使おうと使うまいとどうでもいいんだけれど。いろいろ？そう、いろいろね。今俺のところ本がたまりすぎちゃってね。いろいろな流派の剣術の指南書とか、各国の地図、女王の城に作戦計画、まあいろいろと人目に触れさせたくないものがあるから。何、なんだい、急に大きな声なんか出して。聞きたいこと？君から俺に？何？あ、もしかして恋の？なるほどね。女王に買収されていたと。無理やりね。まあ今のプラチナムの経済事情は最悪だ。事情があるにしろないにしろ、もしお金でもちらつかされたら女王側につかざるを得ない現状にあるからね、プラチナムは。まあ分かった。今回の件についてはとりあえず全員に報告が必要な内容だろう。ああそうか。それじゃあオムニアとシャマード、ジャンヌはまだ知らないわけだな。それじゃ俺は今日は失礼するよ。たまたまとお茶を入れてくれてありがとう。また今度ここで会議をするだろうから、その時に。ちょっと待っ、集会所の部屋はここだけではないのですから、他の部屋で待っていらしてはどうです？なあファ、こいつが悪いやつ。そうよ、彼女が城へ幽閉されている間、城内の見張りや兵の数もある程度把握できているはず。外からの侵入は容易だが、やはり城内の事情は忍び込まないとわからない。それでは今の城の現状を知っているのは彼女だけ。手元には過去のトレゾア城の地図はありますが、3年前に火事で城が燃えてからは一部改築されている。そうなるとやはり彼女を同盟に加えるのは賢明なんじゃないかと思います。どうなさいますか、ファーレン様。
君へまだ全幅の信頼を寄せられるわけじゃない。でも君の持つ知識は僕たちにとって非常に有用なものになる。もしも君がここで僕たちを絶対に裏切らないと誓えるのなら、君に会議の参加を許可しよう。わかった。君をこの会議に参加する仲間として迎えよう。今回のことは何でもないことだと看過できない問題だ。プラチナム騎士団が女王の配下に下った。プラチナムの警備は今までずっと手薄でした。だからこそ私やファーレン様も自由に行き来できていましたし、騎士団の拠点を置いておくこともできたわけです。もともと侵入、要するにもしプラチナム騎士団の連中がプラチナムの警備に当たるようになれば面倒なことになるってことだ。国のことをよく分かっている人間が警備をするようになれば抜け道なんて全部塞がれる。姫を助けに行く際に話し合いの場を設けましたが、その際に僕たちの顔も彼らには割れています。今までは変装などせず国に入ることができていましたが、これからは難しくなるかもしれません。だからそうなる前に手を打とう。君たちには協力をしてもらう形になるが、まず手の薄いプラチナムを取り戻す。プラチナムを本来のあるべき姿へ戻したい。王子としてあの国を取り戻し、再び緑豊かな国として復興させたい。構わない。アパラシオンだってどうせ取り戻す国だ。少し順番が違うだけでどちらを先に取り戻そうが変わらない。僕も賛成です。プラチナム騎士団の実力は侮れない。先に体制を整えられるよりも早く動いた方がいいでしょうし。それじゃ早いとこ作戦を練らねえとな。反乱軍のや、私はごめん。俺のせいで、俺が不甲斐ないせいでみんなに迷惑かけることになって本当に悪い。もっともっと俺がしっかりしていたら。ルピノ、顔を上げなさい。今回のことは確かにあなたの不徳です。ですがそれでいつまでも落ち込んでいるようなら私が許しません。反省したら次にどうするのかを考えるのです。あなたはプラチ、ありがとう。もしかしてずっと外で待っていたのか？冷えて風邪でも引いたら困る。今お茶入れるから。やっぱりあんたの目はごまかせないか。今度決行するプラチナム奪還の作戦で
アパラシオン騎士団を率いることになった。でも今回成功することができれば自信にもつながるし、もともとアパラシオン騎士団は結束が固い。きっとお前が目指す団長像に近づけるってディウンが。足りない部分は全員でフォローするように言っておくから一度やってみろって言われた。自分が目指すその理、プラチナムと違って瓦解せず今でもなお結束を強め続けている騎士なんだ。それはデューンの手腕が俺じゃ到底真似ができないほど見事だからでもあると思う。俺みたいな若輩者が受け入れてもらえるかどうかはわからない。でもやるからには一生懸命やる。絶対に受け入れてもらえるように自分の身を粉にしてでも頑張る。俺はこの剣で戦いたい、あんたを守りたい、ファーレン様の役に立ちたいってそう思っているから、そのために必要なことを見つけたい。団長みたいになりたいんだ。俺にもっとみんなを引っ張っていける、みんなを安心させることができる力があったらこんなことは起きなかった。確かにプラチナム騎士団が女王側についてしまったことは容認できない。それに正直傷ついた。不甲斐ないし情けないし、そんな風に思う俺も自分が自分で嫌になる。俺ファーレン様のためなら死ねると思っていた。だけど今はあんたのために死ねないと思っている。あんたのために何としても生き抜かなきゃ、強くならなくちゃって思う。全員集まったね。土壇場で何か起これば、地理がわからない僕らは追い込まれて袋のネズミになる可能性もあります。緊急事態を回避するためにもルピノさんが指揮を取るのは得策だと思いますよ。確かに土地勘はないよりあった方がいい。今回相手になるのは女王の兵に加え元プラチナム騎士団の連中だ。少しの油断が敗北を招く気を抜けない戦いだ。ルピノ。はい、必ずファーレン様のお役に立ってみせます。見ていてください。よし。もう始まっているんですけどね。まず城よりどうやって外壁から中へ侵入するかだ。城は後で考えよう。外プラチナムが全く誰も住んでいない国なら良かったものの、スラム街にはまだ多く人も生活をしている。あまりむやみに突入して武器を振り回しても平民を巻き込んで怪我をさせてしまうかもしれない。現実的じゃ。そうなるね。まあ、あまり戦力を分散させなくてもどちらにしろ兵士は自分の持ち場なんか守らないで騒ぎの方へ飛び込んでくるさ。むしろその方が効率がいいかもしれない。少ない箇所から一気に中へなだれ込む。先手必勝で抑え込む。それじゃあやっぱり正面から突破するっていうのが一番現実的か。
まあどうせそれじゃとそれがいいと思いますよ。できればルピノさんやファーレン様、ロレイユさんは別れてください。土地勘のある方がいてくださった方が心強い。ファーレンとロレイユは攻め込む際は反乱軍側だな。じゃないと、いざという時に道に迷ったなんてことが起きれば大事だ。それじゃ、私はどっちでも。まあ、ジャンヌさんはどちらかに最終的についてもらうことにして、僕はデューン様が決められた方へ。俺は、まあどうせならアパラシオン騎士団かな。でも戦闘はルピノに任せているし、俺は後方支援につくよ。で、あ、何を言っているんだジャンヌ。彼女はここで待機だろう。連れて行っても危険な目に遭うだけだ。それに今回の戦場はプラチナム、トレゾア王国とは何の関係もないのだから、彼女が来たところで仕方ないだろう。連れて行くのは確かに危険が伴いますが、置いていくのも賢明ではないかと思います。君は自分の言っていることが分かっているのか。今度こそあの城から戻ってこられない、いやその場で殺されるかも。ファーレン様、俺からもお願いします。彼女は俺が守りますから、彼女の覚悟を買ってやってください。俺は前に大切な人を、大切な国を守れなかった。でも今度はちゃんと守り抜きたい。彼女を守りきって国も取り返す。俺はそれがしたいんじゃなくて、しなくちゃいけないとも思うんです。そうじゃなくちゃ姉さんにも団長にも顔向けができない。もしものことがあった時、お前が国よりも彼女を優先するようならば僕はうなずけない。彼女を犠牲にしなければならない場面がないとは言い切れない。今回の作戦で失うものもいるだろう。誰一人怪我をせず、犠牲者を出さず国を取り返すというのは、よほどの奇跡が起きない限り難しい。ルピノ、お前は彼女の命を懸けられるのか。そして彼女を捨てる覚悟はあるのか。戦地へ赴くというのはそういうことだ。ファーレン様、俺の主君はファーレン様です。たった一人の忠誠を誓うべきお方だ。じゃあ、あ、もちろん大丈夫。それじゃどうわかる。普通は正門の警備が一番厳しいはずだ。俺は昔から徹底的に鍛錬を積んでいるこちらが正門から入るのが一番いいんじゃないかと思うよ。そうですね。反乱軍の皆さんは若い人こそ多いですが、まだ剣を始めてから日が浅い人も多い。その点から考えれば裏門から攻めていただく方が勝機はありそうです。わかった。それじゃあ俺たちが正門から、シャマードや反乱軍、それとファーレン様たちが裏門、城の裏から攻め込むってことで問題ないですか。やはり足並みがきちんと揃うかが鍵になりそうですね。できれば一度今回の作戦に参加する全員で集まっておくのが一番いいのですが。難しいな。ちゃんとここで決まった話は全員にするさ。ああ、ルピノ。ああ、ちゃんと話をする。段取りも全部。緊張。
ルピノさんなら大丈夫。自信を持ってください。そうよ。それじゃ一段落ついたところで、とりあえず大雑把に城の前後から攻め込むとしても作戦は必要だ。それを練ろう。当たり前。まったく。待ちに待ったこの日が来た。少しの油断が命取りになる。全員心してかかってほしい。当たり前だ。まず手始めにさっさとプラチナムを取り戻してやろう。その次にはアパラシオン、トレゾー。すぐに何もかもが元通りさ。あの国が緑あふれるプラチナムに戻る日はすぐそこです。皆さん頑張りましょう。なあロレイ、あなたは一体こんな時に何を。まあ考えておきます。あとはこの戦いの功績次第ですかね。シャマードだけじゃない。反乱軍の人間のうち希望者は皆騎士団の団員として迎え入れよう。私もや。功績によるな。君は殺し専門なんだから死体の山を築いてくれないと困る。頑張ってくれたまえ。ああ。ですからジャンヌ、あなたはどうしてそうファーレン様を呼び捨てに。再雇用を望むのなら様をつけなさい。様を。今日はみんなよろしく頼む。プラチナムを、騎士団を取り戻したい。みんなの大切なものを取り返しに行こう。必ずまた生きて会おう。大切。ほーら。ああ、今日は絶対にプラチナムを取り戻す。絶対にあんたのことも守り抜く。もう何一つ守れないでいた俺じゃないってことを証明する。国を女王に奪われた同胞よ、協力を感謝する。今日は油断せずにかかってほしい。命を懸けて戦うからこそ絶対にそれを守り抜いて帰ってきてくれ。プラチナムを取り戻した暁にはアパラシオン奪還のためにプラチナムは全面協力しよう。今日はよろしく頼む。おお、落ちるなよ。ちゃんと捕まっていろ。このまままっすぐだ。駆け抜けるぞ。続け。捕まれ。飛ぶぞ。ちっ、なかなか。これくらいどうって。ああ、だが止まっている暇はない。今は一刻も早く城に入ることを優先する。とにかく進め。弓が来るぞ。とりあえずこの場は反乱軍に任せて俺たちは中へ行く。俺たちにできるのはとにかく前に進んで強敵を蹴散らすことだ。私の狙撃。お前の相手はこっちだ。女に手あげてんじゃねえ。俺たちはこのまま奥へ進む。
城を占拠する女王の臣下を外に追い出す。戦いの終わりは国を取り戻すことで、人を殺すことじゃないからな。ルピド、会えてよかった。状況報告だが、すでに反乱軍、騎士団全員城の敷地内だ。立ち止まっているよりも進みましょう。先ほど砲弾の準備をしているのが見えました。それを食い止めないと、敵味方関係なく多くの人間が命を落としますよ。砲弾？それじゃ庭が火の海になる。あそこには反乱軍のみんなや騎士団のみんながまだ。急がないと。とりあえず二手に分かれよう。ルピノと君は右から、僕とロレイユは左から回って阻止をする。そういえばジャンヌは、彼女の姿が見えませんが、一体どこに？それじゃあ、いろいろと手を打ってくれているかもしれないな。そっちは頼んだよ。ルピノ、おい、ルピノ、大丈夫か？今のはジャンヌでしょうね。一体どこから射撃しているのかは分かりませんが。今から城の中央へ戻ります。そして戦いに参加する。大丈夫。今は甘いことを言っている場合じゃないんだ。ルピノ、できるだけ殺すな。はっ。バーレン様たちは城の制圧を進める。俺たちはここで城に入ろうとする兵士の追撃に当たる。あんたは下がっていろ。殺せよ。俺が憎いだろう。どうして？ルピノさん、一人残れ。ルピノ、城内の奪還成功。そうだろう、ムニア。
城内ともに制圧。幹部クラスは捕獲。上等じゃ。ええ、デューン様のおっしゃる通り、おおむね被害も最小限にとどめることもできました。上出来だと思います。あとは、お疲れ。成功よ。みんな重たいってのしかかるな。彼女が潰れるだろう。おい、大丈夫か？デューン、お前そいつに変なことしたら怒るからな。いいか、手とかそれ以上動かすなよ。動くな。ジャンヌ。まあ、うわ、ごめんなさい。僕も嬉しくなってしまって。嬉しいです。自分の国ではないですけど、自分の国のことのように嬉しいです。まったく、これからが大変だっていうのにね。ま、今日くらいはいいか。いや、なんでもない。脱ぐ、すぐ脱ぐから。そうだな、勝利の痛みだ。すっげえ嬉しくて痛い。この国が再び立ち上がるのにファーレン様は必要不可欠だ。それを思えば、このくらいの傷で守れたことを感謝しないといけないくらいだ。今度は守れた。あんたのこともファーレン様のことも、大切な人をちゃんと守れた。でも俺もあんたに何度も救われた。あんたがいなかったら、俺はもっとひどい怪我をしていたかもしれない。痛いけど、わざわざ見てもらうほどじゃない。あんたの治療で十分だよ。適当に終わらせてくれ。後でちゃんと医者に見てもらうよ。どうしてかあんたにはかなわないんだよな。すごく不安だったんだ。今日もずっと、もし何かあったらどうしようって思っていた。あんたが怪我をするとか、騎士団が愛想を尽かしてどこかへ行ってしまうとか、女王がプラチナムに攻め込んできた日のことは今でも鮮明に覚えている。次々と街で悲鳴。なあ、あんた騎士ってどんなものだと思う？騎士が強いか。あんたたちから見たらそういう風に見えるのかもな。でも、どんなに剣が強い騎士でもちゃんと心はあるんだ。
迷ったり悩んだりしながら人を切るんだ。俺さ、実を言うと人を傷つけることはあんまり好きじゃない。だって誰かが痛い思いしているのを見て楽しいって思わないだろ。でもさ、騎士は戦わなくちゃいけない。人を傷つけなくちゃいけないだろ。俺は騎士の剣は何かを守るためにあるものだと思っている。守るものがあるのなら俺の剣は誰よりも強くなれる。騎士は向かってきた者の命を奪うこともある。でもそれは奪うためじゃなくて守るため。騎士はいつもそれを胸に留めて剣を振るうべきだと思っている。人を傷つけることも自分が傷つくことも恐れずにいられる。それは守るものがあるからだ。あんたがいたから強くなれた。やっぱりあんたは不幸を招く人間なんかじゃないよ。ファーレン様に一緒に見よう。あんたと一緒に見て夢じゃないって確かめたい。あんた軽すぎ。もう少し食べた方がいいんじゃないのか。俺がこんな風にあんたのこと持ち上げられるって思っていなかったんだろ。顔に書いてあるぞ。わかりやすすぎだ。甘く見るなよ。俺だって鍛えているんだから。好きな女一人抱えるくらいできる。聞き返すなよ。まだこういうこと言葉にするのは照れるんだから。でも大変なのはこれからだ。分かってる。それは分かってるんだけど、本当に本当にほっとした。今度こそ何も奪われずにちゃんと取り返すことができた。女王を倒すことはまだできていない。でもひとまずはプラチナムが戻ってこの国で体制を立て直して、全部はそれからなんだろうな。大丈夫。この国もあんたも、俺は今度こそ守り通す。次はない。もう二度とこの国はあいつには渡さない。どうしてそんなことを思うんだよ。わけがわかんねえよ。あんたがいたからうまくいったんだ。助けられたんだってさっきも言っただろ。あんたが魔法みたいな力を使って砲台を壊したんだ。あれにはびっくりした。
何言っているんだよ。それが違うって今日で証明されたんじゃないか。あんたは不幸を引きつけてなんかいない。あんたがこの国に勝利をもたらした。それにあんたが不幸を引きつけても俺が振り払ってやる。どんな不幸だってこんな風に幸せに変えてみせるから。不幸なんて曖昧なもん信じるくらいなら同じくらい曖昧な幸せを信じよう。ずっとずっと俺のそばにいて、俺があんたのこと幸せにするのと同じだけあんたが俺を幸せにしてくれればいい。あ、別にイチャイチャしていた。いいえ、していたわ。ルピノ、遅いよ。本当に待ちくたびれたじゃないか。それで二人の愛の時間は済んだのかな。デューン、あんたにはそのいろいろ言いたいことがある。やっぱりナーナーにするのは嫌だからな。ちゃんとけじめをつけたい。苦しかった。言いたいこと？なんだか真剣だね。告白なら悪いけど俺は男は好きになれない。そうじゃない。そうじゃなくて今日のことだよ。分かっているくせに茶化すな。自分の騎士団を俺に預けるなんて普通はできないだろう。それにデューンだって不安だったはず。それなのに俺に指揮を任せてくれてありがとう。あんたのおかげで俺は大切なことをもう一度ちゃんと確認することができたよ。なんてことない。お前なら任せても大丈夫だって初めから思っていたからね。言っておくけど俺はお前のことを買っているんだ。いつでもうちの騎士団に招き入れたいくらいにね。ダメだよデューン、お前にルピノは渡せない。こいつはうちの騎士団の団長だ。反乱軍を騎士団として迎え入れるために必要不可欠なんだから。デューン様、諦めるしかなさそうです。残念ながら僕は拳銃しか扱いませんし、いかがいたしましょうか。そうだな、ルピノ、俸給の額は要相談だ。もしファーレンから言い渡された給与額に不満があるならすぐに来い。俺が倍額は払ってやる。それなら僕はその倍額を出そう。お疲れ様です。怪我はありませんか。私も幸い無傷です。ひとまず同盟者7名には大きな怪我はなかったようで
安心しました。いろいろとすまなかった。今日は君にいろいろと助けられた。ルピノが今無事なのも君のおかげだ。本当にありがとう。疑ってしまってすまなかった。プラチナムは見事なまでに奪還された。兵の連中はほとんど生きたまま捕虜として。ルビアン、あんたがあいつを取り返しに来た男へ当てつけるために騎士団を買収したのも無駄になったみたいだな。もう一度名前。
あんまりバンバン撃ち殺していると一人きりになっちまうぜ。って冗談だって。本気にするなよ。どちらに。傷はどうだ？痛むやつはいないか？それならいい。でも我慢しないで辛かったら言えよ。ひどくなってからじゃ遅いから。なあ、俺のこと信用できなかったのか？俺はあんたたちのことを信用してた。今もしているよ。昔一緒に戦った仲間だ。簡単に信じられなくなるわけがない。でも、あんたたちは違ったのか。俺は確かに団長と比べれば本当に未熟で足りない部分もたくさんあったと思う。それでも俺は精一杯やっていたつもりだ。一度認めてくれたのは嘘だったのか。俺はついていくに値しない人間だったってことなのか。違う。お前、断られても断られても毎日飽きもせずにやってきて、俺や仲間を見つけたら騎士団再興のためにみんなに頭を下げて回ってさ、俺たちの仕事の手伝いまでして協力する約束を取り付けて、お前信用してた。みんなお前のこと、俺だってしてたよ。お前のこと信じてるし、ついていくならお前がいいって思った。お前ならって思ったから俺たちはお姫様の奪還に協力した。脅されたんだよ、女王のやつに。家族や恋人を盾に取られた。女王の側につかなきゃ大切な人間の命の保証はしないって言われたんだ。そうか、そういう理由だったんだな。よかった。あんたたちはちゃんと騎士だったんだな。大切なものを守るために戦ったんだな。ルピノ、お前。
それでいいのか。俺たちのことを恨んでもおかしくないだろう。そりゃ裏切られたことは悲しかったさ。でも俺はプラチナム騎士団が大切なものを守るために戦ったっていうことを誇りに思うよ。騎士の剣は守るためにある。俺はそう思うから。久しぶりだ、こうやってこの中を歩くの。なんだよ、いきなりそんなことを言い出して。俺がこうやってこんな気持ちでここを歩けるのはあんたのおかげだ。多分あんたがそばにいなくちゃ俺はもしかしたら途中で折れてたかもしれない。騎士団の最高だって本当は無理なんじゃないかって思っていた。まあ結局女王に寝返られちまったんだけど、でもあいつらにもちゃんと理由があったんだ。俺はあいつらを責められない。でもそう思えるのは多分今俺に大切な人がいるからだ。失いたくないと思える人がいるからだ。あんたがいなかったら俺はもう失う大切なものがないからって。大切な人を失うことの恐ろしさもあいつらの気持ちも考えずに怒り狂っていたかも。大げさなんかじゃない。俺は本当に。お、何？だ？ジャンヌ、シャマード、あまり大丈夫じゃない。おはよう。やあ。さて。ああ、でも一番大変なのはファーレン様だ。それにシャマードも俺に負けじと結構大変だと思うぞ。女の子いい。おはよう、みんな。君は今日も美しいね。おはようございます。それとごめんなさい、ジャンヌさん。ほら、デューン様、いいか。おはよう。疲れが溜まっているところ集まってもらってすまない。手始めにトレゾワを手中に収めた女王がそれだけでは飽き足らず、プラチナム、そしてアパラシオンと勢力を拡大し、三つもの国が女王の手によって奪われた。随分時間はかかってしまった。だがアパラシオン騎士団の協力もあり、僕たちは一つ。だがこれで終わりではない。女王はまだ他の国の侵略を視野に入れている。そしてまだ取り返していない国がある。さあ、皆の者、アパラシオンを取り返そうじゃないか。あんたはここでじっとしていろ。ここ分が悪い。キリが大丈夫。何が起き
助けてほしいとお願いするのは勝手だが、いいのか？俺、それで勝手に外に出して、また女王側に突きでもしたらどうするつもりだ？お前、もしそうなったら責任が取れるのかよ。俺たちの武器はどこにある？ルピノはどこにいるんだ？なるほど、いきなり中に踏み込んで攻撃を仕掛けてくるとは狡猾だ。ということは一箇所で戦っているわけだな。それじゃあ一刻も。俺たちはこの国で騎士をやっていたんだ。わからないわけがないだろう。安心してくれ。どうした？悪いがこのご名答。ま、分かったところでお前たちはここで終わり。大広間にたどり着くことはねえよ。見逃してってな。あんたも随分無茶なお願いをしてくれるもんだ。いくらあんたのお願いでも無理なものは無理だ。ここから先へは通せない。悪かったな。来たか、魔女。お呼びでない。こいつは私。先へ行く。彼女の実力は知っている。彼女もプラチナム王族に雇われていたんだからな。ほら。ああ、あんたはどこかへ隠れていろよ。やあ、白い。正解。この国を取り返してやろうと思って来てあげたよ。嬉しいだろう。退屈。さあ、この城と。大丈夫か？あんたがあいつらを呼んできてくれたんだろう。ありがとう。おかげで助かった。つまらない。私は知ら、もしも私とのい、この国のし、信用できない。一騎打ちで俺が勝てばこの国に二度と攻め込まない。お前がそんな約束をどうして。
それはお前。俺は絶対に負けない。もう二度と、二度とお前には。とどめだ。僕たちの国を守ってくれてありがとう、ルピナ。少しくらい眠って…さてと、今日も一日頑張っていくか。寝坊？そうよね。あ、いえ、僕は大丈夫だと言ったのですが、デューン様が行ってこいとおっしゃるもので、少し釘が刺さってしまっただけで、大げさですみません。それもそうですね。それじゃあお願いしてもいいですか。わかりました。では言っていただいた通りにまた来ます。でも将来のお医者様が見てくださったんですから、大丈夫だとは思いますけれどね。始めたばかりなんですから、当たり前ですよ。けれど心配ありません。あなたのように強く芯のある努力を惜しまない女性なら、きっとすぐに立派なお医者様になれます。でも姫がお医者様なんて、なんだか変な感じですね。それにしても本当にくっつくのかな。うん、そうなるといいな。縫われ損は絶対に嫌だ。プラチナム騎士団のやつらだけだけどな。あ、それと元反乱軍のやつも一緒に。希望者は騎士団に迎え入れているから。大変だ。特に元反乱軍のやつら、やっぱり元は普通に生活していた人たちだから、剣筋は荒いし、馬には乗れないし、体力も。でもやりがいはあるよ。ちゃんと俺がしっかりしないとって思えるし、団長の後を継いで俺が騎士団を再興する。それが俺にできる世話になった団長への恩返しだし、大切な人や家族を失う、
そんな辛い目に遭う人をこれ以上増やさないことにきっとつながるはずだ。いや、すまないね。今大丈夫かい？もう行っているみたいだね。それなら大丈夫だ。ルピノの傷の経過が聞きたくて来たんだ。僕のせいで怪我をしたんだ。ルピノがね、僕が聞いてもなかなか話をしてくれなくて。あいつのことだから僕を守るのは当然。それに心配をかけたくないって気持ちで言ってくれなかっただけなんだろうけれど、それでも心配でね。もし悪かったらどうしようと思っていたんだけど、それなら安心だ。ルピノはプラチナムには必要不可欠だから。君もお疲れ様。我が国お抱えの医師として早く一人前になってくれよ。ああ、でもその頃にはトレゾアを取り戻して女王陛下になっているかもね。そんな日が来たらいいね。いや、違うな。絶対に来るよ。トレゾアもアパラシオンも取り戻して、その暁には三国同盟でも結ぼう。僕の方こそ。それじゃあ、のんびりしている時間ももったいないし、そろそろ失礼するよ。あ、ルピノ、これからもよろしく頼む。あ、もしかして俺に会いに来てくれたんだね。ありがとう。こんにちは。姫自らご足労をおかけしてしまってすみません。姫の治療のおかげです。きちんと手際よく消毒をして傷の手当てをしてくださったから。まったく、どうして俺じゃなくてオムニアなんだ。俺も怪我をすれば君に見てもらえるなら、ちょっと指先を怪我してみるのもいいかもしれないな。ありがとうって何のことだ。ああ、オムニアに医務室へ行けって言ったこと？それなら別に礼を言われるまでもない。自分の従者だし。
んだ、突然何を言い出すのかと思えば、君は面白いことを言うな。何、別に女性の相談ごとに男が真剣に相談に乗るのは当たり前のことだろ。ありがとう。姫がそう言ってくれるのなら、一つしたい相談があるんだ。聞いてくれるかな。俺はここのところずっと自分の後を継ぐ人間っていうのを考えていてね。ほら、アパラシオンを取り戻したらもちろん後継ぎが必要になるだろう。その時に俺にふさわしいと思える相手が見つかっていればいいのだけれど、あいにくそんな相手もいない。すみません姫、デューン様も悪気はないのですが、いかんせん昔からこういう性格をしていらっしゃるもので。おい、謝るなオムニア。それじゃあまるで俺が悪いことを言ったみたいじゃないか。そうよ。それにして、やっぱり、うわあ、危ない。だからそんな風に剣を振り回したらダメなんだって。誰に怒られるって、ずいぶんたくさん抱えているんだな。今から朝練場へ。それ、最近ルピノとはどうなんだ。付き合っているんだろ、ルピノとあんたは。俺はルピノを支えなくちゃいけない立場だ。あいつには団長としてしっかりこの騎士団をまとめてほしいと思っている。できることならそれだけに専念して頑張ってもらいたいくらいなんだが、あいにくあいつにはあんたがいる。あんたの存在があいつに及ぼす影響は大きいんだ。あんたに礼を言われる筋合いはない。俺はルピノを思って聞いただけだからな。ロイド、お前なんだよその顔。そんなからかうような顔で人のことを見るな。からかって、あ、いや悪い、汗臭いかなと思って。練習した後だから気になって。大丈夫か。そうか、うん、それならよかった。それが理由で嫌われるの嫌だから。あ、バカ、照れるなよ。俺がまるですごい恥ずかしいことを言ったみたいだろ。男としてこういうことを気にするのは普通。ましてや相手がその好きな人なら当然だ。バカ、何見ているんだあんたたちは。こらロイド、けしかけたのはあんただろう。って逃げるな。なるほど、ロイドらしいな。ずっとこうしていられたらいいのにな。毎日あんたと一緒にさ、手をつないで抱き合って笑って泣いて怒って、そうしたらすごく幸せなのに。ファーレン様に忠誠を誓ってから俺は幾度となくファーレン様に許されてきた。
ファーレン様よりもあんたを優先したいって大きな声では言えないけど、俺はずっとそうしてきてしまったんだ。でもこれからは国を守る騎士団のまとめ役になったからには、あんたのことだけ考えて優先するんじゃいけないんだと思う。俺はこれから守りたいだけじゃない、守らなければいけないものがたくさん出てきた。ファーレン様はもちろん、騎士団のみんな、それからこの国に生きる国民、勘違いをしているかもしれないから言うけど、俺はだからあんたを守らないなんて言うんじゃないぞ。俺はあんたを絶対に離さない。こうやっていつも自分が触れられる手の届く範囲から遠くへは行かせない。今は無理かもしれないけど、俺は絶対に約束する。俺は全部守れる男になるよ。あんたのこともファーレン様のことも騎士団のみんなも国民も。ありがとな。すでにあんたは立派で強いと思うけど、俺も頑張る。あんたの横に並んでも見劣りしないくらい立派なかっこいい男になってやる。うん、そうだな。俺もあんたと一緒なら大丈夫じゃないかって思う。あんたと一緒なら頑張れる。大事な人を守ろうって思えるから。びっくりした。おはよう。
いい匂い。なあ、もう少しだけ。あともう少しだけいいだろう。今日、なんかすごい眠い。もしかして、俺が起こされたのってものすごく早い時間なんじゃないか？今日が昇りかけているところだぞ。綺麗な朝焼けだな。まだ星もあるし。うん、たまにはこうして朝の散歩をするのもいいかもしれない。たまにはって言っただろ。毎日早起きして町の復旧作業と騎士団の朝練なんて、そんなことしていたら間違いなく過労死する。平和だな。なんか情けないけど泣けてくる。またこうしてプラチナムの地でこんな気持ちで空を見上げることができるなんて思っていなかった。あんたは俺でよかったのか。大切な人を守りたいという気持ちで騎士になって、今はファーレン様に忠誠を誓って一つの騎士団を率いる立場にある。でも俺は元はただの国民だ。昔から王族に仕えていたわけじゃない。あんたみたいな王族の人間に釣り合うような身分じゃない。身分違いもいいところだ。本当はあんたみたいな人はファーレン様やデューンのような男と一緒になるべきだろう。そんなことってなんだよ。真剣だぞ俺は。するよ俺だって。トレゾワが女王に落とされたからって、あんたがトレゾワの姫だったことは確かだ。そういう問題かよ。あんたみたいな綺麗な人が役者不足なんて、そんなことあるわけないだろ。姫、不肖ながらいつかあなたに釣り合う立派な騎士になって、一生おそばでお守りすることを誓います。愛してる。